正直言ってよ。まあ、その7枚目ミオナ選ばれて、うん、まあ、悔しいなっていう気持ちはすごい強かったんです。2期生から急にさ、うん、俺あの時のさ、うん、あの番組でいつもやるじゃん、はい、選抜発表、はいはい、うん、俺あの時のみんな超怖かったわ。あ、でもね、あの時は、いやいやいや、あのさ、まあ、毎回ねシリアスな感じなんだけど、堀が入ってきた時の、うん、この一期のみんなの目が、うん、生駒だけ、うん、生駒ってああいう性格じゃん、はい、だからわーっつってさ、うん、自分もセンターやってて、うん、もう違くなってたからっていうのもあるけど、うんうん、他のみんなの目が、うん、もう怖いの。そんな、ね、俺が堀だったら気絶してた。そんなに、いや、でもあれは本当に、まあ、わかるよ、いろいろがうごめいて、うん、えっていうね、ほら、いや、あの目はダメだよ、壊す。いや、でも違う、俺入院したらいないんだ。そうだよ、いないよ、いないよ、だからか、俺一人でやったの。いないよ、いないよ、ごめんなさい。キムさんも包茎手術でね、入院してたから。やめなさい。あんたね、何回それ言うの、いろいろ言ってるよ、俺。ごめん、大変。ちょっと、これ、どうだったの、どうだったの、これは。あ、よ、それで、まあ、2期からいきなりセンターに抜擢されて、まあびっくりしたし、うん、まあ、悔しいなっていう気持ちもあったし、うん、まあアンダーの子たちも、うん、やっぱりその分枠も一つなくなって、うん、そうか、なんだ、いろんなことやっぱ考えたんですけど、うん、でもやっぱ制作とか始まったら、うん、どんどんやっぱ妙な支えていかなきゃみたいな気持ちになったので、うんうんうん、まあいい方向には持ってったんですけど、うんうんうん、でも悔しかったですね。まあね。いや、だってあそこ、まあみんなそれはね、うん、一番人気者になりたいっていう目標がないとね、うん、やめちまえって話だから、うん。で、またセンター戻りたいですかとか。でも正直多分楽曲とかによってポジションの選び方も変わってくると思うので、うんうん、またなんかそういう白石がいいんじゃないかみたいなことがあるのなら、もう一度センターはまた立ちたいなと思うけど、うん、どうなんでしょうね。俺らだって立ちたいもんね、センターね。あの、俺らも裏で毎回、もし名前呼ばれたらどうしようって。俺毎回このコント、このコントやってる。そうそう。いつも先輩呼ばれないけど。前打ち合わせ。いやいや、入ったら俺ダンスが覚えられねえわっていう話もしたよ。センター。ドキドキして、みんなのギャグでも、こう呼ばれるときに、日村、ゆうき、みたいな。え、一番みたいな。いや、一番おかしい。またみんなの怖い目が。みんな、え、いや。ただね、はい、やっぱこのグループもどんどん俺らはもう知ってるからってのもあるけど、はい、やっぱね、白石とか、うん、この橋本とかが挟んでさ、西野が今ね、うん、真ん中だったり、はい、やっぱね、厚みがすごいよ。厚みすごいね。うん、厚みすごいわ。うん、確かに分かる。それは松村だってさ、うん、それセンターね、うん、楽曲によっては、うん、来る可能性は、うん、要は、ま、前列とか、ま、2列目、3列目って言い方するけど、うん、すごすぎんだよね。うん、そうだね。あの感じがね、うん、いいよ。うん、御三家ってだからやっぱいいよね。いい言葉らしい。なんか分かるもんね、その雰囲気もね。そう。厚みよ。まあでも、みんないろいろは思うよね。まあね。